様、いつもご視聴ありがとうございます。今回は YouTuber 天平に森を目指します。目的地まではまだ距離がありますので、今しばらく倍速動画をお楽しみください。さて、都道1号5号線の有名トンネル堀之内第1から第3トンネルを通過します。さて、イオンの看板が見えてきました。もう少しで駐車場に到着します。左折して駐車場に入ります。目的地に到着しました。ルートガイドを終了します。よいしょ。駐車券をお取りください。イオンモール多摩平の森は2023年3月時点では駐車券方式です。はい、到着しました。4階の地上ですね。4階の C の03到着しました。それでは終了します。
はい、それではイオン玉平の森の、4階の C の03エリアから出発します。よっしゃ、入ろう。これは右か、右しか、右。またカーナビが固まりました。なんとか正しいルートに入れました。今回も最後までご視聴ありがとうございました。